カルロス・ラフォンパリはフランス・シャンティー・ジョー教場を拠点とする調教師である。妻の母であるクリスティアーヌ・ヘッドや妻の叔父であるフレディ・ヘッドも調教師。スペインのマドリード出身。1963年にスペインのマドリードに生まれた。調教師となる前はスペインでアマチュア騎手として活躍していた。1986年にフランスに渡り、 クリスティアーヌヘッド旧社に所属していた。1991年に調教師免許を取得して調教師となり、1992年10月3日には管理場が初勝利を挙げた。1995年にはストラックラーがサンジョル受賞を制して管理場が重賞初勝利を挙げた。1997年には外線門賞出走を表明したサクラローレルを旧社に受け入れる。 1998年には、スパドゥンがクリテリウムドサンクルーを制して、管理場が G1 で初勝利を挙げた。2006年には、外戦紋章出走を表明したディープインパクトとタイドーバーのピカレスクコートを旧車に受け入れた。この際には、調教師の池エアスローから日本の漆器をプレゼントされた。ありがとうございます。